Hey, what's going on? 元気ですか加藤です。今回はコロナのワクチン3回目を打った。これを英語で何て言うか解説したいと思います。コロナのワクチン3回目を打った。これを英語で I had a third COVID vaccination.I had a third COVID vaccination. という風うに言います。それではですね、今回の表現のポイント2つを解説したいと思います。まず最初に 一つ目のポイントです。何々を受けるという動詞の表現に get, have がそれぞれあるということですで。ここではね、ワクチンを受けるということで have もしくは get を使いましょう。表現二つ目のポイントです。まあ、日本語でもね、三度目のワクチンのことをブースターというふうに言うので、まあね、ここでも third b u c k i nation とかいうふうに言うよりもあ、booster shot というふうに言うことができます。これも練習してみましょう。まずは have その後に get を過去形にして一緒に行ってみましょう。では行きましょう。どうぞ。はい、いかがでしたかそれでは今日の復習をしてみましょう。今日紹介した文章ですね。こちらをもう一度英語で言えるかどうか。 ゆっくりでも構いません。ぜひですね、声に出して確認をしてみましょう。それでは行きましょう。I had a third COVID vaccination.I had a third COVID vaccination. もしね、この動画が気に入ったら、ぜひですね、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄にですね、まあ、こういった解説をしてほしいとか、こういった例文を取り扱ってほしいというのがありましたら、まあ、ぜひね、書いていただければと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。